2010年以来、世界最大のコンテナ港である、上海港積海港として、世界最大のシンガポール港ロッテルダム港。マースフラクテ地区にある、コンテナターミナル名古屋港、空から見る、鍋田タ不島と飛島不島港湾とは、古くは白などから発展した港、港であり、当初、岬などの天然の地勢や、防波堤などの人工構造物によって、風浪を防いで、 船舶が安全に停泊し人の乗降や荷役が行える海域取り口を指す。水陸交通の結節点となる機能を持つ港湾には、物流、旅客輸送が円滑に行われるために、各種の港湾施設が整備され、ポートオーソリティ、地方自治体などの組織によって管理、運営されている。船の運航のために古代より、河川の川口、湾、入り江といった天然の地形が、 波浪や嵐といった自然災害からの船舶の避難場所が白となったり、補給のための飲料水や焚き木などの確保も必要になり、これらの条件が停泊する上では、都合が良いため時代が進むにつれて、これらの場所が泊まりや港、港として使われるようになり、海運の発達ともに、船の規模が拡大するなど港の陸上部分に、桟橋や岸壁が作られ、施設も拡充され、 防波堤などの特定も突き出すようになる。現代では税関や検疫所、出入国管理所が設けられ、旅客船の増加と規模の拡大に応じて旅客施設が作られた。貨物に役の便益のために桟橋上や岸壁横には上屋が多く建てられ、陸上輸送との接続地点として道路や鉄道が港に接続されるようになった。交通の要所となると、 他国、他地域との文化的な玄関口となるとともに、商業活動によって、経済的な発展を遂げて、港湾都市として繁栄するようになり、ますます港湾機能の充実が図られた。埋め立て、陸地の掘り込み、春節などによって、それまでの港湾の規模を拡大することも行われた。また、天然の良好として長い時間をかけて発展してきた港とは別に、 人間活動の要請に応じて新たな港が作られるようになった。鉄工業や石油化学工業の発展によって専用の貨物船に対応した工業港が作られ専用ターミナルとして発展して行った。貨物船は次第に大きくなり港での2役に数日がかかるようになったため郊外で桟橋や岸壁のきを待つ大戦が起きるようになった。また、 大型貨物船が直接雪原できない多くの港では沖縄市が湾外で停泊する貨物船と陸の間を端形に貨物を積み替えることで荷役を行うなど非常に非効率であった。コンテナ船の登場で港での荷役作業は効率化されたが同時に港の荷役設備は更新を迫られた。コンテナ船の巨大化に応じて春節やクレーンの大型化が図られ、 コンテナターミナルとして発展していった。21世紀に入ると、国際貨物コンテナを扱う港は、ハブ港とフィーダー港に春別される傾向が鮮明になってきた。島、岬や湾乳などにより遮蔽された地形は、しばしば天然の良港と呼ばれる。近代に入ってからは、防波堤、岩壁といった構造物や掘り込み式港湾などの建設技術が、著しく向上し、 天然の地形に恵まれない場所でも大規模な港湾が作られている。英語のハーバーは、古英語の軍隊ヒアをかくまうビアグという意味合いに由来を持ち、船舶が安全に停泊できる港という避難公的な意味合いが強い。そしてそれは港湾として求められる最も重要な機能でもある。旅客の乗降や貨物の荷役、保管といった水陸輸送の転換機能。 すなわち、ターミナル機能も、港湾の重要な機能である。そのため、港湾には、船舶の軽流のみならず、貨物の荷さばきと保管、旅客の乗降、港湾から、港配置への陸上輸送などを行うための施設が、整備されている。英語ポートの語源は、古代ローマのラテン語の、運びを意味する、ポートレイである。そして、運び入れたり、運び出す場所をポートと呼ぶようになり、都市、 国家間の輸送の門である港湾の意味に転じた。すなわち、ポートには、水陸輸送の転換場所という意味合いが強い。これらの他の港湾の機能としては船舶へ、水、燃料、食料、船用品などを補給する運航援助機能などがある。港湾は、機能、用途、運営主体、規模、法令などによって分類することができる。代表的な分類としては、 用途による分類がある。港湾の用途に応じた分類であるが、出入港する船舶種類に応じた分類であるとも言える。用途による分類の概略を以下に示す。また、港湾の立地、地形に着目した分類もある。港湾の多くは海洋に面している海港、沿岸港であるが、川口や河川、湖に建設された港湾も少なくない。概略は以下の通り。 多くの河川が航行に利用され、運河も発達している欧米では、海を航行する船が直接入港する港を、港、河川や運河を航行する船が入る港を、内陸港湾と呼んで区別している。この区分によると、例えば海を航行する船が入港している、ハンブルク港は、エルベ川の川口から約 100km 上流に位置しているが、内陸港湾ではない。以上のほか。 天然の地勢に恵まれた天然港と海浜掘り込みなど人為的に建設された人工港という建設方法による分類、高位の地域において陶器でも暖流などによって凍結することのない不登校の分類などがある。日本においてはいくつかの港湾関係法令が制定されており、それぞれの法令目的に従って港湾分類がなされている。港湾の管理、 建設を目的とした港湾法においては次のような港湾区分を設けている。旧運輸省漁港は漁港漁場整備法に基づく港として明確に区別されている。港内における船舶交通安全の確保を目的とした港速法は喫水の深い船舶、外国船舶が常時出入りできる港特定港として分類しているほか、港速法を適用する港を 高速法的要行としている。貨物の輸出入の手続きについて定める関税法においては、外国船舶が寄港できる開港とそうでない不開港を区分している。その他、検疫法、港湾運送事業法、出入国管理及び難民認定法などの法令による港湾分類がある。港湾を管理、運営している主体、すなわち港湾管理者には、ポートオーソリティ、 地方自治体などがある。ポートオーソリティとは、公営企業の形態を取った、公安管理組織であり、独立採算によって公安及び公安隣接区域の運営を行うもので、主にヨーロッパ、北米で広く普及している。日本では第二次世界大戦後、占領軍が公安管理運営主体の民主化を狙いに、ポートオーソリティ制度の導入を勧告。 1950年交付の公安法に同制度をそのまま移植し、その和訳である港務局制度が公安管理者制度の柱として確立された。しかし、港務局は終戦直後の財政的な制約もあって、日本においては普及せず、大半の公安が都府県、政令指定都市などの地方公共団体単独管理となった。現在、港務局が 公安管理者を務める日本公安は新居浜港のみである。公安に関わる公的な機関には公安管理者の他校長沿岸警備隊、税関、検疫所、出入国管理機関などがある。校長は公安内の水域における船舶の安全な航行、停泊、二役などを司る職である。校長のもとでこれらの任務に当たるのは沿岸警備隊であることが多い。 税関は、港湾を通じて輸出入する貨物、物資を検査し、関税の課税、徴収を行う機関である。このほか、密輸取締りなども税関の業務である。検疫所は、外国から国内に伝染病の病原菌が侵入するのを防ぐ機関であり、外国から来た船舶は、検疫所の検疫が完了するまで人の上陸、貨物の陸上げを行うことができない。 国、地域により異なるが、検疫所には、動物検疫所、植物貿易所などがある。また、出入国管理機関も港湾に関係する機関である。多くの国、地域で、公安を通じた出入国を公正に管理するために、設置されている。港湾に関わる事業者には、船舶代理店、通関業者、港湾運送事業者、水先人、衛生業者などがある。 ガントリークレーンなど多大な設備投資を必要とし、コンテナ船の利用に強されるコンテナターミナルは、特定の船会社が定期的に利用する特性を有するため、受益者となる船会社、港湾運送事業者が施設を港湾管理者などから一体的に借り受け、自らも投資しながら運営する形態が一般的である。コンテナターミナルの運営業務を担う事業者は、 ターミナルオペレーターと呼ばれ、特に国際海上コンテナ輸送の大規模化に伴い、世界規模で急成長した巨大会社を、メガターミナルオペレーターという。港に停泊する船舶に、食料、日用品、船具や船舶機械を販売して収める業者は、シップチャンドラーと呼ばれ、国際航路の船には、国内税をかけずに、食料や種類を販売できるため、 免税販売の免許を取得している。多くの港では小型タンカーにも似た給油船と呼ばれる船が設限し、ホースをつないで手機械用の重油や軽油の供給を行う。このほか専用の給油施設を備える港もあれば、タンクローリーによって行う港もある。給油と同様に給水船が設限して飲料用水や、 増水器を持たない小型船のボイラー用の清浄水を供給する。2011年現在、国土交通省は、港湾法を改正して、港湾運営会社を設立できるようにし、民間の経営手法を導入して、独自に資金調達や岸壁使用量の設定や、ポートセールスができるようにすることを検討している。対象は、特定重要港湾の23港とされる。 公安法及び特定外防不当の管理運営に関する法律の一部を改正する法律案について国土交通省平成23年2月4日公安は水域取陸区域に2分される。国、地域によって異なるが、水域部分については一定の区域を公安区域として定め、陸域部分についても臨港地区として指定することが一般的である。 陸域における、臨港地区は、商工区、工業港区、鉄道連絡港区、漁港区、保安港区などに区分され、港湾機能の有効な発揮が図られている。また、港湾の一定の区域を不当という。不当は、岸壁、二砂場基地、二役機械、上屋、臨港道路、臨港鉄道など、その区域内の港湾施設を総称したものであり、港湾機能の中枢をなす。 水域、陸域それぞれに各種の港湾施設が整備されている。主要な港湾施設は下表のように区分されている。アフリカ最大の港湾はエジプトのポートサイドである。上海港は最下トン数及び活動において世界最大の港湾である。2009年及び2010年、同港は最下トン数及びコンテナ取り扱い量で、 世界最大の港湾の地位を取り戻した。同港の後には、いずれもシンガポール港及び、香港港や富山港が続く。コンテナ取扱量及び最下トン数で、ヨーロッパ最大の港湾は、第2位に大差をつけて、オランダのロッテルダム港である。同港の後には、測定基準に応じ、アントワープ港または、ハンブルク港が続く。北アメリカ各国の最大の港湾としては、 アメリカ合衆国ではロサンゼルス港及びサウスルイジアナ港、メキシコではマンザニーロ港、カナダではバンクーバー港が挙げられる。パナマには太平洋及び大西洋を結ぶパナマ運河があり、貿易の寛容なルートとなっている。オーストラリア最大の港湾はメルボルン港である。南アメリカ最大の港湾はブラジルのサントス港である。ありがとうございます。